島美月12歳。ついに念願のフルムーンデビューの日が来たの。だけど発表記念ライブでいきなり上がっちゃって人前で歌えるか不安になっちゃったの。または小学生だししょうがないかな。でもみんなの協力でライブは無事成功。今度は私がフルムーンメロコでデビューよ。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。一押しの新人っていうことで宣伝用の PV もちょっと頑張ってみました。でもみんな本当に買ってくれるかな。発売当日から弱気になってちゃ困るわよ。いい曲なのは間違いないんだし、これからバンバン売るよ。あーイラつく、じっとはじっとしてろよ。大重さんから売れ行きを聞くまでは落ち着いてなんかいられないよ。もう勘弁してくれ。さっさと電話してこい、マネージャー。来た。もしもし。はい、そうですか、わかりました。どうだった？なんだ、売れないくらいで落ち込むなよ。昨日発売したばっかりだもんね。勝負はこれからだよね。やったー、漫画売れだって。ああ注文殺到だって、まだまだ売れるって。なんだよ、心配させやがって。これって私の歌をたくさんの人が聞いてくれるってことだよね。私の勘によるともっともっと売れるわよ。ミリオンセラー間違いなし。よかったな。今日学校に行ったらもうフルムーンの話題で持ちきりじゃないの。そうだ、あんた今日学校に CD 持ってきなよ。フルムーンの CD 持ってますって自慢できるわよ。そうかな、本当にそうだといいな。みんなの反応楽しみ。あ、そうだったらまずはサインの練習をね。な、売れてるのはお前じゃなくてフルムーン。ねえ、リボンとかした方が可愛くていいか。あんな大声で発したない。おはよう。
どうした？みんななんて言ってるか考えたらドキドキしちゃって。本当にマイセルフ聞いてくれてるかな。大丈夫だって、バカ売れなんでしょ。自信持てよ。そうだ、深呼吸してみ、うん、ちょっと落ち着いたみたい。それでよし。うん、おはよう。あ、小山さん、おはよう。おはよう。でさあ、キロで。おはよう。おはよう、クミ。クミったら、やけに今日は早いね。いいじゃん。それよりねえね、昨日発売したあの新曲聞いた？聞いた聞いた。あのボーカル最高だよね。フルムーン。フルムーンだろ。古田、ギターファイターズの。あ、そうそう、前島さん、さすが放送委員。当然よ、新曲チェックしてるかな。ほんと、じゃあ何やってんだこいつ。話に加わりゃいいのに。ねえ、昨日テレビでさ、驚いちゃった、綺麗だったね。あ、それ芸能ニュースにもなってた。あれ、松島のりかの一日ショット。あ、どうしたの小山さん、また気分悪くなっちゃった。なんでもないの、ありがとう。そうならいいんだけど。誰も噂してなかったな。そんなに気になるなら噂なんか気にしないで自分から聞いてみればいいじゃねえか。だってお前もしかして友達いねえのか。そんなはずないじゃん、転校してきて2年も経つんだよ。うん、タクトの言う通りなの。私病気でずっと休みがちだったから。体育もこうして見学ばかりだし、テレビもあんまり見せてもらえないから、話題もないし、仲のいい友達なかなかできなくて。そっか、ごめん。いいの、売れてるって言われてみんな聞いてるはずなんて舞い上がっちゃったのがいけないんだから。こっちこそごめんね、心配かけて。うん、見て、お昼の校内放送リクエスト曲募集中。なんだこりゃ。お昼休みに放送員が DJ していろんな曲かけたり喋ったりするのよ。結構人気あるんだ。だからね。そうか。え、もう鈍いな。誰も聞いてないならこっちから聞かせちゃえってことよ。そうしろよ、お前の CD を放送室に持っていけばいいじゃねえか。そうだけど、でも、ああ、もうじれったいな。あんまりうじうじしてるとそのうちハエになっちまうぞ。諦めるのは簡単だけど、その前にもうちょっと頑張ってみろよ。そうよ、せっかくデビューできたんだよ。うん、そうだね、少し頑張ってみようかな。見ようかなじゃなくて頑張るの。ちょっと待って、リクエストするかどうかまだ考えてる最中。まだそんなこと言ってんの。もうこうなったら、メロメロマジック。あ、私の CD、 私がリクエストしてくる。メロコ待って。だからバカ、なんだよあの格好、変なやつ。おかしい。あ、だったよ。あ、みんな面白い、笑ってるよ。やってくれたよメロコのやつ。メロコってば、止まって。止まれってばメロコ。
声が噂の放送室ね。急に止まるなよ。あれ、小山さん、どうしたの、そんなところで。前島さん、いい、放送委員に渡してリクエストお願いしますって言うのよ。しょうがない、こうなったら覚悟決めろよ。大丈夫？もう。いや、何？いいから黙って、マイセルフかけろってんだよ。じゃなくて、マイセルフかけてください、お願いします。メロコ、あら、小山さん何やってんのかしら。前島と喧嘩でもしてんのか。やめてメロコ。だってリクエストしなくて。いいからやめてってば。あの小山さん、これは一体。ごめんなさい。ことばかりしてますます話しにくくなっちゃったよ。ああ、 CD は渡せなかったし、ドジしちゃうし、散々。本当だね。誰のせいだと思ってんだ。ん？前島さん、チャンスだよ。これはもう一度リクエストのお願いをしてみるチャンス。そうかな。そうだよ。あ、あの前島さん。はい、もしもし。ねえ、もしかしてマイセルフ買いに来たんだったりして。お前また無責任に期待させるようなことばっかり言うなよ。だってあれ見てよ。ああ、マイセルフ、フルムーンの。ほらね。もう全然ダメダメ。え、うん、そうそうそれでね、明日お母さんと渋谷に行くのよ。楽しみなんだ。ダメってどういうこと？ただいま帰りました。まあ、どうしたんです、その怪我は。これは最近のあなたは大声で笑ったり、どうも浮ついてるようですね。体のこともあるんですから、今後気をつけるように。わかりましたね。いい匂いでしょうね。どうほら。いらない。何言ってんだよ、尻尾まであんこたっぷりの駅前の春風堂のやつだぞ。そうよ、食べないと後悔するわよ。ほらどう、いらないったらいらないの。はい。あ、美月、大重です。もうすっごい反響よ、マイセルフ。 CD ショップからは追加注文が相次いでるし、私の担当タレントでは初めての大ヒットよ。ヒットって言うけど本当なんですか？当たり前じゃない。ラジオもテレビもとにかくすぐ出演してほしいってじゃんじゃん言ってきてるし。聞こえる？ここの電話も鳴りっぱなしなんだから。そうですか。でも誰も知らないのに。え、美月、もしもし。何でもないです。失礼します。マネージャー心配するぞ。だって誰も聞いてないのにどうしてヒットなんて言えるの？それは。でも宣伝だってあんなにしたんだし。宣伝しても誰も聞いてくれないんじゃダメなんだよ。それに。ああ、マイセルフ、フルムーンの。もう全然
ダメダメ。ごめん、ちょっと一人にしといて。学校にももう来ないで。行ってきます。なんか入りづらい。ここまで来て何言ってんだよ。あ、タクト、あ、昨日はごめん。いいさ、それよりあんなことぐらいでめげてちゃこれから先やっていけないぜ。だってフルムーンの話みんなとできると思ったのに。みんな思い切り弾いてたし。あのな、歌だって聞いてほしかったら自分から歌うだろ。友達だって一緒だよ。自分から溶け込もうとしなくちゃ友達なんかできっこねえよ。歌と一緒って？だから仲がいい子がいないとか話ができないとか悩む前に自分から笑って話しかけろってことだよ。そっか、歌と一緒か。そうだよ、とにかくやってみろよ。私にできるかな？昨日教えたろ、そういう時は深呼吸。そっか、自分からスマイルか。そうそう、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。 あの声はメロコ。ここに並びましたのはつい昨日発売になったばかりの新曲だよ。ただいま大ヒット街道爆進中のバリバリ。本当ならなかなか手に入らない代物だ。そこをこっそりとお友達価格でご提供しちゃう。さあ買った買った。あれ、私の CD。 何やってんだあいつ。なんか小山さん急にキャラ変わってない？こういう人だとは思わなかったな。うん、イメージと全然違う。ひどい、ひどいよメロコ。どういうつもりだよ。だって昨日は私もちょっとは悪かったかなって思って。反省してるんならなんであんな真似するんだよ。フルムーンの歌を聴いてもらったら美月も友達と仲良くできるきっかけにもなるじゃない。それにしたってやり方ってもんがあるだろう。あれが一番手っ取り早いと思ったんだもん。あのなあ、もういいよタクト。え？いいの、もうメロコも私のためにやってくれたんだし。それにもともと友達いないんだから今さらどう思われたって変わらないし。あ、もう行かなくちゃ。いいアイディアだと思ったんだけどな。うん。ああ、いたいた。もう探しちゃった、小山さん。え？ねえ、この CD、お昼の放送で使ってもいいかな？だって、昨日フルムーンのマイセルフなんて全然ダメだって。そうそう、どこにも売ってなくて全然手に入らないのよね。今日渋谷まで買いに行かなくちゃって思ってたんだ。すごい人気なんだもん。歌詞もいいし曲も最高だよね。特にあそこ、どうしてこんなに違うって、こうだって、どうしてこんなになんか違う。そうだっけ？確かこんな感じ。どうしてこんなに、もっと違う気がする。違うかな、どうだったかしら。あの、こうじゃない？どうしてこんなに好きなんだろう、君の声悲しいほど響いてるよ。小山さんって歌うまいんだね。
歌だけじゃないわよ、さっきの叩き振り。あれおかしいね。あれ面白い人だなんて知らなかったわ。これからはもっとおしゃべりしようね。歌も教えて。うん、私でよければいくらでも。ねえ美月、美月って呼んでもいいわよね。一緒に放送室行かない？見せてあげるわ、放送するとこ。行こうよ。うん、行ってみたい。私のこともトモエって呼んでね。やれやれ、これでとにかく一件落着だな。お？メロコ、ひどいこと言ってごめんね。タクト、ありがとね。美月、どうしたの？うん、今行く。じゃ。やっぱ私のおかげっていうか、私なくしてフルムーンもないっていうかね、タクト。調子に乗んなよ。ほらね、本当に売れてるのよ。生産が追いつかないくらいなの。みんなフルムーンの歌聞きたいのよ、信じて。はい、分かってます。だからよく分かりました。たくさんの人が聞いてくれてるって。これからも頑張ります。深呼吸とスマイルで。まあ、いっか。主治、何考えてんだか。美月がいくら進めてもマイセルフを聴こうとしねえんだ。なんで？いい曲なのに。だよな。そういえばあの人、元ミュージシャンって言ってたのにね。何か事情でもあんのか。次回フルムーンを探して聴いてほしいのに。お楽しみに。